こんにちは、シーバードです。今日は Zoom の G1X4、 こちらのですね、アンプシュミレーター、マーシャルの800ですね、のシュミレーターを使って鳴らしていくんですけれども、今回の検証はですね、キャビネットを変えていくというのを試していきたいと思います。基本的なアンプはマーシャルなんですけれども、要はアンプでいうとヘッドがマーシャルなんですが、その下のスピーカー部分ですね、スピーカー部分のシミュレーターがたくさん入っているので、それを試していきたいと思います。ヘッドがマーシャルで、スピーカーをコロコロ変えていくという風な感じで鳴らしていきたいと思います。結構スピーカー一つでですね、変わりますよ。面白いと思います。で、使うギターはこちら、コリーナです。エピフォンのコリーナの SG になります。アンパーマイクロキューブです。基板は MS800 でいきたいと思います。設定はほぼフラットな感じですね。というふうな感じで、キャビをですね、変えていきたいと思います。キャビネットを変えていきたいんですが、まずマーシャルにしましょうね。マーシャルの通常のマーシャル。ちょっとキンキン感が出てきますね。今オフ状態ですね。オンにするとこんな感じです。一気にジャリーンとした感じがしてきますね。マーシャルっぽい感じになりますね。で、今度はですね、12GB、さっきよりもキンキン感がなくなりますね。うん、いいですね。なんかさっきより広がりが出た感じがします。続いてフェンダーのアンプですね。これもまたフェンダーですね。ちょっとジャキジャキ感がすごいですね。これもまた、全然質が違いますよね。
な感じになりました。いかがでしたでしょうか。スピーカー一つでですね結構音が変わるんで、ライン取りも面白いエフェクターなんじゃないかなと思いました。ズーム G1X4、 まあヘッドとキャビですね、同じメーカーじゃなくてもしっかりとした音が鳴るので、これは試し買いがあるんじゃないかなと思います。ぜひぜひですね、型にとらわれず、マーシャルのヘッドだったらキャビもマーシャルとかですね、そういう風にとらわれずにいろいろ選んで遊んでみるといいと思います。いい組み合わせが見つかったらまたご紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。